皆さんこんにちは、ツンツンです。今日はね、イカ娘墓盛っていうのを紹介していきたいと思います。で、イカ娘っていうのはこのブリザードプリンセスね。で、今ってあのアマゾネス来たじゃないですか。で、やっとアマゾネスプリンセス3枚揃ったんよ。もうめっちゃ嬉しくて。で、アマゾネスの動画出そうかな、それともイカ娘出そうかなって考えてめっちゃ迷ったよね。でもアマゾネスの方が絶対再生数伸びるよなって思って、どっちにしようかなって思ったんだけど、イカ娘の方が可愛かったから俺こっちにしたわ。で、あとこいつね、もうやっぱめっちゃ可愛いよね。もうめっちゃ可愛い。ブリザードプリンセスどこが可愛いかっていうと、もうまず髪の毛水色なんがいいよね。俺青好きなんよね。だから好きな野球チームどこって言われたら俺西武ライオンズだし、好きなサッカーチームどこって言ったら俺チェルシーとかマンシーだし。で、しかもこいつ何がいいかっていうと、おっぱい。まあ、こいつ普通に強くて、召喚した時に、相手魔法トラップ使えないよね。ワンキルがめっちゃはかどると。だから、ライバルライバルとかで召喚権増やしたりとか、デュアルサモンで召喚権増やしていってやっていくと。で、なんでここデュアルサモン入れてるかっていうと、まあ、より横に広げやすいっていうのもあるし、リジョンがね、こいつメインフェイズだけなんよ。召喚権増えるのが、魔法使い族の。召喚権っていうかアドバンス召喚ね。だからそういう意味で、まあ、使い勝手がいいから、まあ、デュアルサモンを1枚入れてると。もちろんここの枠をライバルアライバルでも OK。で、狡猾な落とし穴があとはすごい有能っていう感じですかね。俺喋るの早いかな。大丈夫か。で、あと墓守にしたのは横に広げやすいから、オサとかで横に広げやすかったりとか、あとは召喚士構えといて、相手のターン中にライバルアライバル伏せていれば、相手が一気にね、横に広げて攻撃してきた時に、召喚士をリリースしてサニワを出せば、一気に相手のライフじゃない、攻撃力ゼロにバーンってできたりとかするんよね。まあ、そういうのが強いから、まあ、ライバルアライバルとサニワもいいかなっていうふうに思ってます。まあ、あとはね、動画とか見ていただけたらいいかなと思うので、ご覧ください。どうぞ。はい、じゃあやっていきましょう。相手デーモンですね。まあ、これでどういう風な感じのことをしたいのかっていうのを、まあ、見ていただきたいなと思います。まあ、基本的にはこの狡猾な落とし穴と、あと、墓守の召喚士。まあ、リジョンでもいいけど、この辺りがあればリスタートはかけないです。まあ、狡猾な落とし穴がなかなかのパワーカードなんですよね。で、相手モンスター出てくる。まあ、デーモンですね。出てきて殴ってくると。で、そのタイミングで、まあ、狡猾の落とし穴使う意味ないんで、このままですね。で、殴ってもいいんだけど、なんか後ろ、こういうのあるかなと思ったんで、何も殴らずに、こう、2体並べておきました。で、そうすると、永続トラップで2体並びました。まあ、デーモンはね、自身を、なんて言うんだろう。効果使うために何かコストにしなければいけないので、まあ、おそらくですけど、まあ、墓守の後ろって言ったら、エネコンが多いじゃないですか。だから侵略者を出して、まあ、後ろを封じていこうって思われたんじゃないかなと思います。で、このタイミングで本当はイカ娘引いてきました。こいつであの後ろを使えなくさせようと思ったんですけど、なんか相手に感づかれちゃったのか、使われちゃったよね。だからイカ娘の効果はあんま使えてないんだけど、何がいいって、墓守って今までちょっとパワー不足な面あったじゃないですか。そこをこのイカ娘が出てきてくれたことによって、アドバンス、1体のアドバンス、しかもリジョンですぐに出せるっていう状況でね。で、2800の打点出せるっていうのは普通に強いと。しかも効果も優秀。で、デュミナエルフをさらにサーチできるっていうね、リジョンで。で、ここ、大型並びました。サニアは1体しかないので、できる限り相手出させてから使いたいです。で、今、十分出たので、このタイミングでサニアを出すと。で、ここを破壊すると。で、侵略者がいなくなったから、これでライバルアライバルが撃てると。で、ライバルアライバルを打って、墓守の長を召喚していく。そして、ダイレクトアタック。っていう風な感じのことができます。まあ、ぶっちゃけね、今ね、まあ、もちろん、イカ娘の効果、魔法トラップの効果使えないっていうのは十分強いです。十分強いけど、それよりも自分が注目しているのは、1体のリリースで2800のモンスターがポンって出せる。しかもリジョンが絡めばサーチ。リジョンと召喚士が大体絡むので、どちらでもサーチができるっていうのが、この墓守にイカ娘が合うところじゃないかなっていうふうに思います。なんか墓守で足りてなかった分を、ちょっとこのイカ娘が、補完してくれたような、なんかそんな感じのイメージで自分は使ってます。はい。では、行ってきまーす。ランクはですね、勇気10代じゃないですか。まあ、ここでね、墓守とイカ娘のコラボ、根性神羅かな、に見せていきたいなと思います。これはリスタートです。こんなんなんもできない。
サーチリジョンでサーチできるからデュミナエルフ置いてんのに、デュミナエルフが今来たらダメだってっていうね。辛いわ。でイカ娘一応3積みだし、こいつらでどん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 圧縮していくから、割とイカ娘は出せる計算でいます。モンスターを伏せるぜ。で多分シンラだね、これは。ターンエンドだ。俺のターン。よーし、ではドロー。おー、リジョンめっちゃ来る。じゃあここは召喚師を伏せてターンエンドですね。イカ娘来てほしいね、本当は。でここで相手が2体並べてくるようだと、狡猾な落とし穴を使っていこうかなと思ってるけど、バラか。バラからなんか出てくるかもしれんから、ここのタイミングでもう使っとこうかな。もったいないけど、で俺は狡猾な落とし穴を発動。召喚師を、自身の召喚師巻き込みつつ、相手のオークを処理していきます。で、ここで、オサをサーチしていく。今のこの感じ的に、あれ、エネコンっぽい気はするな。バラで何か出てくるかどうかなんだけど、出してくるのか、来ないのか。迷ってますね。ターンエンド。おー、なるほど。ドロー。あー、来た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 。まず俺は魔導家リジョンを召喚。シンラの場合は摂理入りの可能性もあるよね。だからここをどうするかで迷うんだけど、まあ摂理だったら使わせてありだな。使わせるか。これは、あ、でもこれあのチェーンの関係でリジョンにしか摂理打つとしても打てないか。ここで摂理打ってもリジョンのデュミナエルフのこのサーチだけだもんね、潰せんのって。よし、ここで墓守の召喚師を召喚。モンスターを特殊召喚だぞ。一気にこれゼロにするか。多分ライフ1残るんよね。だから1残った後にどうするかだけど、イカ娘は置いとくか、ハンドに。このままバトル。まず俺は召喚師の攻撃、さらに俺は墓守の長の攻撃、そして俺はライバルアライバルを発動。ここでさあどうする。ここでイカ娘で確実に決めることもできるんだけど、デュミナエルフにして、次にイカ娘を使う感じにしようかな。ライフ残るよな。多分ね、ライフ残るから、デュミナイエルフを召喚。そして、デュミナイエルフの攻撃。ここで多分エネコンが来て、ここでちょっとチェーン見る。ここでチェーンあるから、多分エネコンだったと思うわ。そしてターンエンドと。これエネコンだと思う。で、ハンドにモンスター。バラで出すかどうか迷ってたから、多分オークかレギアじゃないと思う。お祈り吹きましたね。あるとしたら人参じゃないかな。ストール落ちね、弱いねこれは。まあ、ここで、あー今わかるね、人参か、合ってたわ。まずデュミナイエルフがここでやられます。それは OK、 それは OK。でよ、こっからよね。相打ち取るのか召喚師を殴るのかっていう。おお、相打ち取ってきたね。いいでしょう、それは別にいいでしょう。じゃあここでね、私のターンですよ。根性が発動するかどうかですね。俺はまず魔導家リジョンを召喚。そして俺はここでこっちだね、魔導家リジョンをリリースし、イカ娘を召喚。そしてイカ娘の効果発動、さらにデュミナイエルフの効果発動。これで相手はもうこのターントラップカード、魔法カード使えません。ではバトル、イカ娘の攻撃。よし、対戦ありがとうございました。根性なんですけれども、誰だ、ヒヒダルマさんだったかな、ツイッターでね検証してくれたんですけど、ターン数じゃないみたいなんですよね。
ターン数じゃなくて残りライフ次第で、うん、根性が発動するかどうかって決まるみたいなんですよ。だからさっきの4000で決めに行くんじゃなくて、ライフを900まで減らした状態で決めに行く。ここのライフが減れば減るほど確率がどうやら検証した結果下がるっぽいです。ちなみにこれ公式な情報じゃないので、あしからず。はい、ではやっていきましょう。リスタートこれは判断早いわ。これ微妙だもん。ああ、まあ動ける動けるっていうか、やっぱ狡猾な落とし穴がハンドに入ってるわ今日は。なんかそれが強い。アマゾネスですね。ちょっと落ちとかも入ってたから、そこは気をつけないとって感じかな。まず俺は墓守りの召喚書セット、そして狡猾な落とし穴をセットしターンエンドだ。俺のターンだ。アマゾネスの石膏。ほう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 。カードを伏せるぜ。いやー、アマゾネスか、嫌だな。だって除外で召喚師の効果使えないもん。ずるいってそれ。ターンエンドだ。イカ娘めっちゃ来んな。じゃあ召喚師をセット、そしてターンエンドだ。リジョンかライバルアライブル来て召喚権増やしたい。お願い、召喚権増やしたい。切実。俺のターン。うれ。ドローだ。切実なんだよな、召喚権増やしたいっていうのは。行くぞ。モンスター効果発動。王女か。ああ、これでサーチね。魔法トラップ、アマゾネスの。そのサーチはめんどくせえ。アマゾネスの吸収。ほうほうほう。で、こいつ、裏側のまま？アマゾネススカウトか。くそー、これ狡猾な落とし穴効かないパターンじゃん。これとアマゾネスカウトを破壊しようとするけど、多分逃げられるんよね。いやー、裏側の時に言っとくべきだったか。完全にこれはアマゾネススカウトはちょっと盲点だったな。行くぜ。モンスター効果発動。で、チョトツを切って横に並べてくると。何並ぶ？アマゾネス、クイーンか。モンスターを特殊召喚。まあ、それはオッケー。それはオッケー。ライバルアライバルが欲しいね、今めっちゃ。ドロー。切った。俺は、墓守りの召喚師をリリースし、イカ娘を召喚。これで魔法トラップが相手は使えないと。そして墓守りのサニワをサーチしていく。そしてまあ意味ないけど、ここでバートルフェイス。そしてもう撃つわ俺。ライバルアライバルを発動。俺は召喚師をリリースし、現れいでよ墓守りのサニワ。そしてサニワのモンスター効果発動。相手モンスターの攻撃力、守備力2000ポイントマイナスにしていく。そして墓守りの長を手札に加える。クリボールが、あっ、危ねえ今ナチュラルにスッてやったわ。ありがとうございました。では次のデュエルをやるぞ。ハンド的には悪くないよね。デュミナエルフ出せるし、イカ娘来たら一気に展開できるし、狡猾な落とし穴あるし、相手ヒーローでしょ。じゃあこれ狡猾な落とし穴握ってるから、このままでこうして、バック干渉もありそうだから2枚伏せてターンエンドですね。これでなんか摂理プラスエネコンっぽく見せるわ。相手ただ天罰あんのがちょっと怖いね。ドリルガイです。はい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 、オッケーです。そこまではいいです。でモンスター出てきます。おお、ディアボリックガイか。まあ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 、殴ってくるだと。
マジか。モンスターで攻撃だ。なんか持ってるよね、完全に。完全になんか持ってるよね。ハンドに持ってるよね。うわぁ、これマスクチェンジだったら逃げられるからな。俺は最高のタイミングでマスクチェンジ打ちたいから、もうこれ、あー、聖杯か。聖杯持ってたから殴ってきたパターンね。では、ジュミナエルフを手札に加えます。で、ここで何もない。何もなさそうな気はするな。あー、マスクチェンジ打ってくるかどうかで悩んでる感じかな、このラグって。だからそんな気するよね。お、打ってきた。来たぞ。かかったぞ。かかったぞ。モンスターを特殊召喚。え、砂時計見ときまーす。はい。あ、まだなんかあるな。ここで、ここまだなんかあるよね。ってことは、あれハンド多分ね、マスクチェンジか聖杯のどっちかだと思うんだけど、俺マスクチェンジじゃないかな。だから、あ、聖杯だわ。ミスったわ。聖杯だった。そう、聖杯か。ルミナイエルフを召喚。後ろは多分分断だと思うよな。で、聖杯でしょ、ハンド。一応ちょっとバトルに入るけど、風魔じゃないね。よし。で、ターンエンド。このままターンエンド。多分ね、分断だと思う、これは。あ、もしくは天罰か。あ、天罰か。察し。天罰だわ。天罰さっき見えてたもん。なんか伏せたね。さあ、これで。聖杯かな、伏せたのは。狡猾な落とし穴を発動するぞ。2体を破壊するぞ。うん、イカ娘が欲しい。あ、まあ来ないよね、そんなに簡単には。そう、人生甘くないわ。あ、そう、人生甘くない。ルミナイエルフの攻撃。ルミナイエルフもまあ可愛いよね。まあイカ娘の方が可愛いけど、ルミナイエルフも可愛いな。まあここは通りますよね。ですよね。イカ娘があればね、ここでライバルアライバルからノーでワンキルだったんだけど、まあそう、人生は甘くないと。人生甘くないおじさんだからな。モンスター出さないでお願い。モンスター出さなかったらむしろ俺の勝ちまである。出すなよ、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 出すなよ。なんも出すなよ。なに、これは諦めるかどうか悩んでる ラグか。なんだ、人生諦めるも大切だぞ。これは聖杯だと思ってるよ、俺は。聖杯読みなんよね。ああ、モンスター来ちゃう。怖いな。あー、次マジモンスター引きたい。これモンスター引ければ全然チャンスあるけど、怖いね、なかなか。多分ね、聖杯だからこいつ抜かれちゃうんだよな。でも三伏せ相手に、なかなか来れないでしょ。来れないよね。来れないですよね、ですよね。知ってる、三伏せは俺はもう怖いと思うもん。俺も三伏せは怖いと思ってる。だよね、だよね、怖いよね。お願い、イカ娘、お願い、イカ娘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 、来い、イカ娘、お前3枚も積んでんねんぞ。お前3枚も積んでんねんぞ、イカ娘、頼むよー。ドロー。あの、オサとジュミナエルフ、打点一緒って草だわ。ターンエンドですね。いやー、これもチキンだな、マスクチェンジ引かれればみたいなところがあるから、ちょっとそこは怖いよな、かなり。あとエネコンも怖いし、マスクチェンジも怖ければエネコンも怖いよね、俺。もう怖いものだらけだわ。ただマスクチェンジかエネコン、まあ聖杯もあるけど、それでもさっきそれ殴ってこなかったから、多分後ろ怖いんだと思うよね。こんだけ堂々と俺構えてるしね。どう、このドヤ感。相手これ怖いでしょ。なんかあれだね、これ KC みたいな緊張感あるね。俺普通に今パジャマだけど。あ、まあまあ、このね、この緊張感っていうか、このあれが俺はすごくいいと思うよね。分断の読みではあるんよね、俺。だからここはとりあえず召喚師出しといて、
ターンエンド、これが多分正解だと思うわ。これで相手が殴ってきたらそのタイミングでエネパクって感じかな。でエネパクからのライバルアライバル使って、オサをかぶせていくって感じ。来たね来たね、勝負に出てきたね相手は。モンスターで攻撃、ドリルガイからじゃないんだ。多分相手も多分結構いろいろ緊張してるっていうか考えてることもあるんだろうね。いっぱいいっぱいっていうところはあるんだろうね。よし、ここで俺は墓守りのサニワをサーチするぞ。でここで止まった攻撃が、で相手がここでエンドフェーズになるんじゃないか。これだって決めきれないもんね。おお、そこ来るんだ、そこ来るんだ。聖杯打つタイミング早いな。なんでこのタイミングなん。マスクが怖いからここ一発あえて食らおうかなって思ってる。マスクチェンジ正直聞いててもおかしくないよ。だからここは食らう、ここ食らう、ここ食らう、ここ食らう。今エネコンの後にさらにラグあったよね。だからバトルステップ終了前だよ。被せるわ、ライバルアライバルを発動、墓守の長を召喚。そして効果使うか迷うけど、もう天罰あったらしゃあない。もうそれは相手が上手かった、天罰あったら相手が上手かった。でもさっき見えてたんだよな天罰。あったー。いやリジョンでいける。これ後ろ聖杯だと思うよ俺。聖杯読みだからこれリジョンがあったらいけるんだ俺。召喚士、召喚士、召喚士、あと1体いる。え、ぶっ、え、デッキにまだあと1体いるよね。あ、いるぞ。召喚セットで光るから、これマスクチェンジか聖杯なんよ。で、多分雰囲気的に俺は聖杯だと思ってるよね、ずっと。俺ずっと聖杯相手は握ってるって思ってるもん。で、ここでマスクチェンジ逃げないよね。オッケー、逃げんなよ。よし、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 よし。俺は、墓守の召喚士を手札に加える。そして、バトル、バトルフェイズ、バトルだぞ。ドリルガイの攻撃だぞ。プレイヤーに、ダイレクトアタック。アヌビスだったらマジ白目向く。気絶する。泡吹いて気絶する。よし、よし、よし、よし。俺は、手札より、ライバル、アライバルを発動。手札よりも相折りろ、墓守の召喚士ハゲ、行くぞ、召喚士で攻撃するぞ、ダイレクトアタックだぞ、オッケー。ありがとうございました。まあね、あのイカ娘ちょっと最後活躍しなかったんだけど、うん、俺この試合好きだからこの試合出していいかな。いいよね。うん、もうこれイカ娘じゃねえってこの動画もし言われたら、もうそれはもう低評価で表してほしい。でもよかったら高評価押してください。そしてチャンネル登録もぜひともお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。